単語はイーゴリ・ストラビンスキーが1940年に作曲したピアノ曲。商品ながら演奏される機会は比較的多い。1939年9月に渡米し、そのままアメリカに移住したストラビンスキーによって書かれた最初の曲である。現在、単語はピアノ曲として知られるが、本来は歌詞をつけてポピュラー音楽にするつもりで、そのため、 商業主義に妥協している。兵士の物語に出てくる単語はハバネラ風の音楽だが、それとは大幅に異なっている。単語は単一楽章で、演奏時間は約4分30秒。表紙は4分の4拍子で変化がなく、8小節ずつ11の部分に分かれる。シンコペーションが多いことを除いて、ストラビンスキーの音楽としては非常に単純な構造を持つ。 戦律もごく親しみやすいものになっている。単語という題にもかかわらず、単語の特徴的なリズムはあまり出てこない。8小節の助走の後に単調の戦律が現れ、形を変えながら数回繰り返される。中間部分は二強調に変わる。再び元の単調の戦律が繰り返され、最後に助走と同じ戦律が現れて終わる。作曲者の許可の下フェリックス・ギュンターによって、 サクソフォーン、ギター、ピアノを含むオーケストラ用に編曲され、ベニーグッド漫画団によって1941年7月に上演された。1953年には、ストラビンスキー自身によって室内管弦楽用に編曲された。編成は、クラリネット4、バスクラリネット1、トランペット4、トロンボーン3、ギター1、バイオリン3、ビオラ1、チェロ1、 コントラバス1からなり、2単調から変歩単調に変えられている。1953年10月18日、前奏曲の新しい編曲とともに、ロサンゼルスの屋根の上の夕べ演奏会において、ロバート・クラフトの指揮によって初演された、サミュエル・ドゥ・シキンの編曲によるバイオリンとピアノ用のバンも存在する。ありがとうございます。